どうも、あさきです、今回の動画ではですね、こちらの、OpenTX のプロポに、関してちょっと一歩踏み込んでいきたいと思います。で、そもそもこの OpenTX とは何かというところなんですが、ざっくり言うとプロポを、動かすためのオープンソースのソフトウェアとなります。なので OpenTX のプロポというのは、例えば自分で起動音を設定できたりだったりとか、この画面に表示される、なんだろう、画像を設定できたりとかっていうような、さまざまな設定を、まあ、自分で行うことができるようになっています。で、そういった設定をしていく中で、OpenTX コンパニオンというツールがありまして、で、おそらく、まあ、どんどんこれを使いこなしていく人っていうのは、そのツールを今後使っていくことになるのかなと思います。で、その OpenTX コンパニオンというツールが、まあ、どういうことができるのかなんですが、例えばこのプロポのバージョンアップだったりをしたいときに、その OpenTX コンパニオンというツールを使ってプロポにファームウェアをインストールするといったようなことができたり、あとはこの OpenTX の設定をパソコンからいじれたりするようなツールとなります。なので今回はですね、 OpenTX コンパニオンというツールのインストールと、プロポのバージョンアップをやってみたいと思います。まずですね、こんな感じで OpenTX コンパニオンで検索して、でこれですね、 OpenTX のページに、移動します。で、ここのページの下の方に OpenTX のソフトウェアのページがあります。で、現在 OpenTX 2.3.14 のバージョンまで出てるんですが、私はちょっと最新版は怖いので、この辺あたりをインストールしたいと思います。で、ページに飛ぶとですね、下の方にここですね、とダウンロードリンクがあります。で、一番上が Windows ですね。で、私は Mac なので、こちらをインストールします。はい、インストールされたら、こんな感じでですね、ここに移します。はい、で、インストールするとこんな感じで設定の画面が開きます。で、設定はまずプロファイル名ですね。私は TX16S の、プロポなので名前を適当につけます。で、送信機タイプが TX16S ですね。で、ビルドオプションはこれにチェックをつけておきます。で、SD カード保存先パスというのがあるんですが、自分のパソコンに適当にフォルダを作ってそこを設定します。で、次もチェックをつけます。で、スティックモードは私はモード2なのでモード2にします。で、注意しなければいけないのが、ここの初期チャンネルマップですね。ここを AETR に変える必要があります。で、ファームウェアファイル名にバージョン番号を追加、ダウンロード後送信機にフレーム、このあたりも、お好みに応じてチェックをつけてください。で、次のアプリケーション設定のところは、これはこの自動バックアップフォルダのところを、これも自分のパソコン上にバックアップフォルダを作って、そこを指定してください。あとはシミュレーター設定ですね。ここも自分のパソコンにキャプチャーフォルダというのを作って、そこを設定してください。で、設定が終わったら、OK を押します。
そうすると、OpenTX コンパニオンの、アプリが開きました。で、次はですね、こちらのプロポンの中に入っている、ファームだったりとか SD カードの内容も更新する必要があるので、その手順を進めていきたいと思います。で、手順はですね、まず OpenTX コンパニオンのこれダウンロードを押します。ここで、まずはダウンロードファームウェアを押して、ファームウェアをダウンロードします。で、まあ名前をつけて、任意の場所に保存します。で、送信、はい、これで書き込めました。で、次に、ダウンロード SD カードを押して、今度は SD カードですね、こんな感じで最新のファイルがこれですね、これをインストールします。次にですね、こちらプロポの、今のファームウェアをバックアップしておきます。で、バックアップの方法なんですが、プロポのこれですね、この T4 と T1 のボタンをこう内側に、こう内側ですねに押さえながら電源ボタンを入れます。お、すると、こんな感じの画面が表示されます。で、表示されるので、これをですね、この状態で、パソコンとプロポをつなぎます。で、プロポン、この TX16S の場合は上にですね、ここにタイプ C を挿すところがあるので、それを差し込んで、で、こっちはパソコンとつなげます。で、パソコンとの接続がうまくできるとこんな感じですね、USB コネクテッドという表示に変わります。で、パソコン上ではこんな感じで、ノーネームというやつと、TX16S という2つですねのフォルダが、表示されます。次に、実際バックアップを行うには、この、OpenTX コンパニオンですね、まずは、送信機からファームウェアを読み込みを押して、で、保存場所を選びます。で、まずファームはバックアップできました。で、お次がこれですね、送信機から機体モデルや設定を読み込む、で、読み込んで、で、その後ファイルですねの名前をつけて保存、で、自分が作成した場所に保存します。はい、これで、バックアップは完了になります。では、いよいよ、このプロポに新しいファームを書き込んでいきたいと思います。で、これは失敗したりするとデータ全部なくなっちゃったりもするので、バックアップは必ず忘れないようにしましょう。では、やっていきます。では、まずですね、OpenTX コンパニオン上でここですね、送信機にファームウェアを書き込みを押します。で、ここで、さっきインストールした、BIM ファイルですねが選ばれていることを確認して書き込みをします。ドキドキします。お、書き込み完了しました。閉じる。で、次に、SD カードのデータの更新をする必要があります。なので、 SD カードのデータの更新ですが、このフォルダですねのデータを一度、クリアするか、フォーマットして
消す必要があります。なので一体このフォルダーの内容ごとパソコンとかにバックアップを取っておいた方がちょっと安心かもしれません。で、先ほどダウンロードした、SD カードの ZIP ファイルですね、こちらを、回答します。で、ノーネームのフォルダを全部一度削除して、回答したファイルをまるっとコピーします。本上からフォルダ消えちゃって、ちょっと焦ったんですが、さっきの、ノーネームのデータというのは、このプロポのここに入っている、SD カード上の情報なので、ちょっとこの SD カードを、直接パソコンに取り込んでデータの方をコピーしていきたいと思います。無事コピーすることができたので、プロポに SD カードをセットします。安心です。でもまだ気は抜けません。では最後にモデルデータの復元を行います。これが、このプロポでもともと設定していたモデルのデータを元に戻す作業ですね。で、OpenTX コンパニオンで開く。で、最初にモデルのデータをエクスポートしたので、それを選択してオープンで開きます。で、その後ですね、こいつ機体モデルと設定を送信機に書き込み、はい、というので、設定が書かれましたと表示されて、無事読み込みも完了しました。それではですね、ちょっとこいつ電源を入れてみたいと思います。いやー怖いな。いきます。お、お、お、無事プロポ起動しました。よかった。いや結構なんか途中いろいろあったので、本当にちゃんと起動するか心配でした。はい、というわけで、設定だったりとかはちゃんと戻せてますね。モデルも全部入ってるので、大丈夫そうです。はい、であとは念のため、この以前このプロポで飛ばしてた機体が飛ぶのかどうかだけ確認しておいた方がいいかな。お、大丈夫そうですね。お、ちゃんと、このプロポで飛びますね。というわけで今回は、OpenTX の、パームアップですねと、OpenTX コンパニオンの使い方でした。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。